諸葛ルトワックさん、韓国アイドルがライブで客に触られたと騒いでる事件で、露出していたら触られても仕方ないっていう人は道行くハゲの頭を叩いて回るのだろうかまあそう言われちゃいますよね。はい、いやハゲを見たら叩いていいってことはないですからねそもそもそういう人はいないですから、ね、なんか画像とか動画添えられていて、うん、確かに触ってるんですよね、はいはい、であの男も女も触ってきたっていうまあフェスのテンション上がった状態で、うんなっちゃったんでしょうけど、悪いのは悪いですよ。いやそれ触ったのはもう完全にアウトっていう、はい、あのもう触った人間顔も出てたんで、はい、早めに自首した方がいいっすよね。そうですね、これは本当に韓国女性 DJ のセクハラ被害、フェス主催者が声明を発表、うん、犯人を特定し法的措置を取る所存という、はい、これオリコン、うんニュースの記事なんですけども、はい、あの大阪で、うん、音楽フェスティバルミュージックサーカス23というのが行われまして、うんはいうん、まああのフェスが行われるとねやっぱ数年ぶりっていうパターンも多いじゃないですか、はい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 、あのコロナ禍で、うん、その大勢の人が集まるようなイベントできなかったりすると思うんですけど、はいはいうんまあ、最近ようやくコロナも落ち着いてきたので、うんまあ、こういうイベントが開催されて、うん、であの皆さん盛り上がっていたと思うんですけど、うん、この出演者のですね、うん、これ韓国からいらっしゃった DJ ソーダさん、はい、ソーダさんが、はいうん、セクハラ被害を受けたことを、訴えたと、うん、いうことですね。それについて主催した団体が声明を出したという話なんですけれども、うんはいうんこの DJ がですね自身の SNS を更新しミュージックサーカス23でセクハラ被害に遭ったことを報告、日本の大阪ミュージックサーカスフェスティバルで公演を終えましたがその時にすごく悲しい出来事がありましたとし、セクハラ被害について画像付きで訴えていた。 DJ ソーダは、ライブ中もファンを気遣い一旦最後までやりきろうと最大限平気な振りを、頑張りましたという、しかし続けて今はホテルに戻ってきましたが未だにとても怖いですと心境を伝えていたということですね、うんはい。でなんか画像とか動画添えられていて、うん、確かに触ってるんですよね、はいはい、であの男も女も触ってきたっていうまあフェスのテンション上がった状態で、うん、なっちゃったんでしょうけど、悪いのは悪いですよ。いやそれ触ったのはもう完全にアウトっていう、はい、なんかあれでしょ、途中で観客席に行って、はい、ハイタッチとかしようとしていったから、はい、そういう感じになったような絵に見えましたね。そうですね、動画見ましたけど、なんか俺いつもやってるらしいんですよ、はい、あ そ, うなんですか。そのフェスとか、途中で、ね、なんかそのライブイベントみたいな時にステージ上から、はい、あの観客席というか、はい、の方に行って、はい、なんかこう踊るというか、確かに配達するみたいなのが、もうこれあのもう触った人間顔も出てたんで、はい、早めに自首した方がいいっすよね。そうですね、これは本当に、はい、でこの主催者の声明ですね、はいうん、このような行為は性暴力性犯罪であり断じて許すわけにはいきません、うん、被害に遭われた DJ ソーダ様への最大限のサポートを行いつつ、このような卑劣な犯罪行為を行った犯人を特定し損害賠償請求や刑事告訴など民事及び刑事の法的措置を取る所存です。今回の犯罪行為に及んだ方については様々な角度から犯行現場を捉えた映像がありますので早期に特定することが可能と思われます。犯罪行為に及んだ方は速やかに警察署に出頭しまた当社にご連絡くださいと、はい、いうことですよ、うん、まあそうですね、はい、捕まるんじゃないかなと、うんいうふうに思いますけれども、はい、まあやっぱああいうフェス、うん、いや特にこういうフェス、うん、参加者というかその出演アーティスト見たら完全にあれもう陽キャの集まりなんですよ、はい、陰キャが絶対来ないような、はい、なんかウェーイみたいなノリのフェスだったの で、ね、酒だけじゃないテンションの人もいますからね。そうまあそういうやっぱね、うん、フェスで盛り上がってるところって、うんはいまあ、相当こう獰猛な獣状態のところに飛び込んでいってしまったのかなというのはあると思うし、まあ今回その運営側の落ち度といえば警備員があそこにいなかったっていうのはちょっと落ち度としてはあるのかな。あなるほどね、あのギリギリのところ ね、うん、そうですね、観客とやっぱ会うっていう場所に関してはいた方がいいでしょうね、うん、やっぱ鉄柵はあるんですけど、うん、まあ上は空いてるわけじゃないですか。そうです、ね、だからこう手はこう伸ばせる状態なので、はいま、そこにやっぱ警備員とか、あとこの DJ の子がこの鉄柵の上にちょっと上がったんだよね。あだからなんか、そうなる可能性は出るんじゃないのってやっぱ思った方がいいよね、うん、そうだからいろいろ論点はあるんですけど、うん、結果的には触ったやつが悪いよねっていう、それはダメことになるんですけど、はい、まあでもやっぱ自衛っていうのもやっぱ一定程度は必要なのかなっていう、そうそうそう、
のありますよね、うんはい、いやああいうね、うん、場所ですから、はい、ノリでそうですこうなんか、はい、悪いことやっちゃうっていうやつも、うん、やっぱ集団になると人間って悪くなっちゃうんで、そう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 本当そうですね、うん、どさくさに紛れて、はい、あの触ってやろうみたいな、はい、はもうどうにもならないやつ、うん、いるので、はい、そこはちょっと注意する必要があるのかなと、うん、であとなんかこれ非常にやっぱ韓国のアーティストだからっていう、うんはい、ところもあるのかもしれないですけど、うん、なんか他の国でも触られてたのに、うん、なんで日本だけ言うんだみたいな感じで、まあ、そんな思ってる人もいるんですけど、いやかといって触ったのは触ったので、うん、それはちょっとそこはもうちょっと合理化できないというか、はいはいはい、だからその反日だみたいなフィルターで処理するのもちょっとこれは難しいケースなんじゃないかなと、まあうん、そうねややこしいね、うん、だって触ってんだからそういう問題にしちゃったらね、うんはい、そうですね、はい、いやあれは良くない、ま、僕はやっぱプロレス好きなんで、うん、プロレスもそういうところあるじゃないですか、プロレスラーに触ったノリじゃんじゃない、はい、いやでも本来はそれも NG だと思うんですよ、プロレスラーに触っちゃうね、うん、でもプロレスラー触るっしょ、いや触んないですよ近く通ったら触るっしょ、いやハイタッチはいいと思いますよ、うんはいはい、こうなんか、うん、あの花道歩いてるときにこう手出して、はい、ハイタッチしてくれたら、はい、それはそれでいいと思いますけど、はい、おっぱい触るとか、はい、男性だってもう、ああプロレスの女性ね、いやいやいや女性プロレスラー、いや男性のプロレスラー、男性プロレスラー触るっしょ、いやダメでしょ結構あのあれあのハンセンとかにさ、はい、ロープごと叩かれてるやつがいるよね観客で近づいてバーンっていやだからやっぱ昔は、はい、なんか全日本プロレスとかって、はい、もう客に触らせるような客席の作りしてたと思うんですよ、花道とかじゃなくて、そうそうそう本当になんか和紙を歩いていくみたいな、そう一緒になってる感じだから、うん、あれはみんな触ったと思うんだよね、だからそういう集団心理だと思うんですよね、あれそう集団心理、うん、そうあのただやっぱり中には過激なやつがいて、うん、あのヒール役のやつを叩いたりとか、ああね、うんうん、まあプロレスラーいたらって触っちゃうだろうねしょうがないなって感じしますけどね、だから多分その延長なんですよね、はい、そういうなんかフェスだし、フェスだしいいだろうみたいな気の緩みで女性に対してはやばいよっていうのはあるよね、うんはい、だ結局もう、うん、そういうのはもうダメな、はい、やっぱ時代なので、うん、しかも今 SNS があるから、はい、すぐ特定されて、はい、逮捕されちゃうと思いますし、うん、まあね、はい、よくないんじゃないかなというところですね、はい、これはまあなんかいろいろ問題を起こしやすいテーマというか、うん、そうですね、うん、あれはちょっとまあ主催者側ももうちょっと考えて、うん、あとに行くべきでもあったかなと確かに思いますね、うんはい、いやかといってその、うん、アーティストのパフォーマンスって、うん、結構予測不能なところもあるじゃないですか、まあ、どっちに行くあっちに行くみたいな、観客席に降りるやつもいるからね、そうですね、そのままなんかダイブしたりとかする、ダイブする人なんかもいますからね、うん、パターンもあると思うんで、はいうん、でまあね、うん、危険ですからね、確かに、うん、確かに、そう飛び込んできたから触っていいのかっつったら、うん違うと思いますし、はいはいはいね、気をつけるべきなのかなと、はい、男色 D のから逃げるっていうあれは逆にもうそういうイベントになってるからね、そうそうそうイベントになってるからね、うん、起訴されるっていう、はい、あれはなんか打ち合わせないのかな、ガチでやってるのかな、お客さんにどうなんですかね、うん、サービス一貫じゃないですか男にキスしてくっていう、そうそうそう、はい